ただの武器屋じゃないか。ただいま伝説の剣在庫処分セール実施中です。どうぞ好きなだけ買ってきてください。伝説の剣普通に売ってるのか。しかも在庫処分で。わーい、伝説の剣がいっぱいだ。いいんですか、早く行かないと売り切れちゃいますよ。別にまがいものの伝説の剣なんて。うひょー、めっちゃかっこいい。さすが伝説の剣だよね。うん、まあ見るだけなら。さあさあ、いらはいいらはい、伝説の剣が安いですよ。お前が売ってんのかよ。っていうかさっきまで後ろにいたはずなのに。あれは分身です。それよりどうします、買いますか買いませんか。アゲリちゃん、私この伝説の剣詰め合わせセットで。はーい、今包みますね。じゃあ私はこの特選伝説の剣一つ。はーい、ちょっと待ってくださいね。こっち包み終わったら対応します。別にこのままでいい。剣一本だけラッピングする必要ないだろ。わかりました。それじゃあお台を置いて持ってっちゃってください。ああ。なんだ、ソーニャちゃんもやっぱり伝説の剣欲しかったんじゃん。興味ないような素振りして。もうソーニャちゃんの手で屋さん。えい、まとわりつくな。うわあ、伝説の剣はやめてよ。当たったら死んじゃう。大丈夫だろ、こんなパチモンの剣なんて。ソーニャちゃん。え、あれ私のせいなのか。気をつけてくださいね、伝説の剣ですよ。一振りで大地くらい割れちゃいますから。マジかよ。すごーい。アゲリさん、私の剣は。はい、どうぞ。ラッピングにサービスでリボンつけときましたよ。いやほー、これで今日から私も伝説の剣の所有者だ。さて、それじゃあ行きましょうか。あれ、これでツアーは終わりじゃないのか。いえいえ、次がツアーの最終地点。むしろここからが本番ですよ。そろそろ行くとするか。みなさん、こっちですよ。おい、
なんか妙なうなり声が聞こえてきてるんだが。なんだろうな、風の音かな。まさか魔物の声とかじゃ。はい、ここは伝説の剣でしか倒せない魔物の住処ですよ。やっぱ魔物の声だった。さあ、その剣で魔物を倒して伝説を作っちゃってください。軽く言い過ぎでしょ。なんかすっごい強い魔物出てきそうな雰囲気じゃん。別に心配しなくてもいいだろ。ソーニャちゃん、なんで怖がってないの？どうして今日はおしっこちびってないの？普段私が怖がっているかのように言うな。別に魔物程度恐れるほどじゃないし、そもそも私たちには伝説の剣があるだろう。あの切れ味だ。大抵の魔物は一撃だ。それもそうだった。よっしゃ、魔物でも何でも出てこい。なんつう変わり身の速さ。やっと来ましたね。魔物はたくさんいますから、どんどんやっつけちゃってください。そうだよ、行け、ソーニャちゃん。お前も戦え。わあ、ソーニャちゃん危ない、後ろ。人が話してる途中に食らえ。わっ、ソーニャちゃん、剣が、伝説の剣が折れた。おい、どういうことだアギリ。形あるものいつかは壊れるですよ。あ、スペアの剣はどうぞ。あるのかよ。あ、突き張り、聞いてるみたいだけど、剣も折れちゃった。アギリさん、おかわりお願いします。はーい。仕方ない、面倒だがスペアを大量に使って気長に倒すしかないか。あ、在庫には限りがあるのでお気をつけて。そういうことは早く言え。えい、こうなったらなんとか倒すしかない。行くぞ、ヤスナ。頑張れ、ソーニャちゃん。だからお前も戦うんだよ。なんとか全部倒せたか。私の剣、全部折れちゃった。私もこれで最後の一本だ。さすが伝説の剣に選ばれしお二人です。こちらをどうぞ。え、何この髪、少女的な。別にそんなもんいらないぞ。いえいえ、違いますよ。魔物を倒すのに使った伝説の剣、合計256本分の請求書になります。請求書1、10、100、1000万。はあ、こんな大金払えるわけないだろ。分割払いもできますよ。利子が問い地でつきますが。トイチ？私そんなにお金持ってないし。はい、ソーニャちゃん、私の請求書あげる。なんでだよ。ソーニャちゃんが伝説の剣欲しいって言ったんでしょ。私知らない。言ってねえ、ふざけんな。ないきゃき、人に借金を押し付けて逃げようとはいい度胸してるな。は、冗談だよ、冗談。私がそんなことするように見える？見える。見えますね。私が親友のソーニャちゃんにそんなひどいことするはずないじゃん。
ヤスナ。ってことで、どっちが借金を払うか勝負で決めようか。くらえ。くらうか。まったく、油断も隙もないな。あらあら、決闘ですか。今なら決闘にぴったりの伝説のハンマーを。もう伝説はいらん。って、あいつ本当に逃げやがった。くそ、どこだ。めでたしめでたし。